店長がちょっとヘラっていて、通常でやるのが危険かと思って、メンゲンでお試しでちょっと配信してみたんだわ。最初のうちは普通だったんだけど、なんか急に感情の高まりがいきなりあって、なんか泣けてきて、なんか泣き出したメンゲンで。そのメンゲンが終わった後の日で、ちょっとお仕事があって、スタジオ行ったんですよ。まあ何人かいて、メンバーが控え室で話してて、なんかくとね、ミコチが店長に、マリンタ、泣いたんだって。大丈夫？何があったの？話してごらんよ。みたいな。言ってきたの。店長それまではなんか、あ、おはようございますみたいな。いや、今日頑張ろうねみたいな感じだったんだけど、なんかブワッと来てるんですよ。めっちゃ込み上げてきて、これから仕事だっていうのに、そこでなんかめっちゃ泣き始めて。ぐすぐす。スイちゃんはなんか、大丈夫か大丈夫かみたいな感じで、わた目は、あ、大丈夫。変な踊りしようかって言ってた。なんか優しくされたことでなんかもうめっちゃなんかグーってきて、でもなんかまあこれからさ仕事なのにさ泣いてるわけにはいかないから、まあ一旦さグッとこらえて、で泣いてる場合じゃないよねみたいな感じで復活したの。したら船長が泣き止んだら、スイちゃんが船長の肩に手をポンって置いて、で何があったのって聞いてきて、だから気がないよって言ってるじゃんって、船長がもう一回泣くなどがあって、うん、相当だるかっただろうな。ミコチとかが、あ、スイちゃんが泣かしたみたいな。でも最初に泣かしたのはミコチみたいな。スイちゃんも多分船長がもう泣き止んだと思って多分聞いてきてて、だからね、ちょっとすごい焦ってたよ。ごめん、もう大丈夫だ、ごめんってなってて、なんかみんなに気にかけてもらって、なんかヨチヨチされて、まあ、復活して普通に、そこからはもう泣かないで、平和に終わりました。ええ。で、何があったの？